2年で10億、5年で50億、総理は政策活動費は、政治活動に使われるべきもの、政治活動以外に使われるべきもので、それ以外に使われることはあってはならない等しと答えるだけで、二階氏にお金の使い道を確認していないのでしょうね。使用されていない政策活動費やセーパーラ金問題のあるお金は、すぐに調査して、能登半島地震の被災者のために寄付するとか、少子化対策の財源確保のために医療保険料に上乗せしようとしている約500円を再検討するための資金等に充ててほしいです。岸田首相は7日の衆院予算委員会で、党本部が2020-21両年に計10億6930万円を二階俊博幹事長当時に政策活動費として支出していたと明らかにした。岸田首相法令に従って適切に使用されているとの認識も示した。立憲民主党の後藤祐一氏への答弁、首相によると、内訳は20年は6億3020万円。21年は4億3910万円。二階氏は在任中の約5年間で50億円程度の政策活動費を受け取っていたとされる。5年間で50億円。2年間で10億円。その資金は一体何に使用されたのであろうか？このところ政治と金の問題は、政治資金収支報告書のパーティー収入をめぐる不記載の問題にばかり、つまり、政治と金の入れの問題だけに集中してきた。が、実際にはそれが何に使われたのか、つまり、政治と金の出しの問題こそが重要である。岸田首相は、その使途確認もせずに法令に従って適切に使用されていると述べているが、現在の法令では、使途を明らかにする必要がないと開き直っているようにも聞こえる。誠実な対応が首相として求められる。やはり政策活動費の使途の公開そして透明化が必要だ。こんなのがまかり通るなら、国民から所得税取らないでもらいたいんです。税務署で、領収書もないと、何に使ったか？わからないので、断ってきますよ。自民党員は、記載して、不明で通るのか？もし通るなら、確定申告も必要がないですし、税金も必要がなくなり、税務署もなくなる。日本国民は、無税でお願いします。増税ばかりしていて、賃上げどころか？賃上げしても物価も高いし、税金も高い。逆にマイナスに、そちらは、賃上げして、国に返すと言われても、税金から返納しているだけで、痛くもない岸田さん。やはり、この総理大臣は終わってるな。自民党総裁になり、部下議員に不法行為を平気にやらせて、二択の二問のアンケートして、そんなことしても、国民は分かってますよ。解散総選挙して、自民党議員が減るのも怖いから、言い訳して、伸ばしているだけだし、責任問題は、自民党全体にあり、そのトップが責任も取らず、続けている。早く辞任してください。国民の金銭感覚と政治の資金運用との間には乖離が見られる。一部の政治家や政党が莫大な金額を政策活動費として使っていることは、国民からは違和感しかない。特に、その使途や透明性が不明瞭であったり、国民の関心や要望にそぐわないものに使われていると感じると同時に信用に値しないと思われる。政治家や政党は責任を持ち、国民の利益や要望を反映することが必要。資金の使途や運用に対して透明性が確保され、国民目線での責任ある行動が求められる。国民の金銭感覚や価値観を理解し、それに基づいた行動をとることが重要。こういう問題発覚後に芸能関連のニュースで国民の注意が分散されるような気がしてなりません。この国の未来を考えるなら、このような問題にメディアはもっとメスを入れてほしいですし、売れる記事を書いてほしいです。田中真紀子さんが嫌でも野党に投票するしかない。有権者が政治家を鍛える。政党を作る。そういう努力を有権者が投票によって示すとだんだん成長する。一票で変わるとお話しされていましたが、そういう意識を国民一人一人が持てるように政治を身近にできるようにメディアにもっと伝えてほしいと思います。とある大学の教員をしているが、研究費の使途に関して年々ルールが厳しくなっている。プリンターが壊れたので事務に申請したら、使い道は何ですか？と返された。申請書にはきちんと資料の印刷と書いてあるのだが、例えば具体的にどんな研究の何の資料なのかまで書いてほしいという。そのうちボールペン1本買うのもどんな文章で何文字書く予定かまで聞かれそうだ。我々の研究費は家計費でなくてもある程度税金が使われているので、きちんとしなければならない家計費なんてもっと厳しい。ところがよりによってこの国の舵取りをする人たちだけそういった縛りからかなり自由なのはなんでだろう。しかも我々のような細々とした人文系研究者とは額がまるで違う。こんな人たちの決めることにいつまで我々はため息つきながら従い続けなければならないのだろうか。与党というのは何でも政権を担っとうってことらしいですね。与党の与えの字は与えるって時にも使われるわけです。誰に何を与えるのって話になると、国民に対して利益を与える、福祉を与える、
幸福を与えるってことだと思ってますが、この人は自分の懐に現金しか与えるつもりはなかったようですね。そして我々には政権として何か与えてくれましたっけ？実質的な税負担増しか与えてないような気がします。国会議員になる資質の試験とかもちろん選挙以外であればいいのにね。しかし2年で10億円か何に使いおっかないみ。政策活動費は国民目線では廃止すべきだ、厳しい政治改革を求める、多くの国民を声を聞いて、立憲民主党などの野党はそう訴えているが、自民党はそれに抵抗、反抗している。国民の声をここでも聞かないのだ。国民無視で、あくまで自分たちのことしか考えない与党、自民党なら日本に必要ないし、与党のくせに事件や不正ばかり起こし、国民目線では害悪でしかないと思うし、反社会的だ。だから自民党は破綻しており、解散、解体されて叱るべきだ。国民の怒りも相当で、国民には負担増をどんどんと押し付け、自民党議員は自分たちの納税だけは逃れるなど、賢明な国民が許すはずがない。こういった納税者をバカにする行為は政権与党失格であるのは当然で、さらに政党としてもありえない。やはり自民党は解散、解体されて叱るべき組織だということに変わりはない。政策活動費も当然国民視点で廃止すべきなのだ。5年で50億、2年で10億、政策活動費がここまでかかるとは思えないし、ここまで金がかかるのなら、内訳をしっかり出すべき。岸田の言う適正に使用されているのなら出せるはずです。それを出さないのなら不適切にしか使われていないのだろうと誰もが思うし感じる。今の日本に必要なのは政府の規模を縮小し、税金の使い方や税率を見直し、国民が暮らしやすい国にすること。岸田の政策で増税ばかりしていても無駄にばらまき使われ、裏金になり何も良くならない。今のまま変われないのなら本当にこの国はダメになるだろう。政策活動費が真に国益のために使われたのか検証するために、全ての支出の記録を残さなければならないのは当然です。30年程度の時間を置いて全てを公開すべきです。ただ不正な支出が疑われる場合には捜査機関の要求に応じて即日記録を提供すべきです。やがては全てがつまびらかに公開されることになれば、少しは不正抑止に役立ちます。ただ記録をごまかしても過去のことを証明することも難しいだろうと考える不定の友柄がいても賢くはありませんので、年度ごとに内部監査を実施するのが適切です。昨日も子育て政策の支援金制度の国民負担額が月500円弱になるとの報道もあるが、国民の負担の前にまず政治の最前線にいる議員らのお金について見直すべきだと思う。今多数の議員が荒金や不正で資金に対する不誠実さが明らかになっているのわけだが、その議員に対してかけているお金を減らすなりすべきことはたくさんあるはず。確かに子育て世帯への支援は必要かもしれないが、国の立法府たる国会の議員らが自らの不正を正すための法律を守れないなんておかしな話だし、不思だらな金の使い方をする議員らがまず最前線で身を切るべきではないかと思う。この一連の事件、統一教会と安倍一族の関係、そして裏金問題、これらについていろいろ情報が出てきているけれど、国会議員で逮捕者が出ていないというのには驚かされる。それとそれでも親中の立憲民主党よりマシという言葉を聞くけれど、今ではどんな政党であれ自民党よりはクリーンだとは確実に言える。そしてここまで汚職に走っていたら、自民党が国民全体を見た政治をしているとは到底言えないだろう。とりあえず次の選挙では全国的組織を持つ立憲民主党を中心に現野党側に投票して、自民党を議会内第一党の地位から引きずり下ろさないとならないだろうな。